台湾海峡の問題は対話を通じて平和的に解決すべしということを首脳間、リーダー間でも当然、同じようなメッセージを出していく木原副長官はサミットで台湾海峡の平和と安定は地域だけではなく国際社会全体にとって重要だとの認識を確認するとの見通しを示しました。 一方、フランスのマクロン大統領が米中のどちらか一方に従属すべきではないと発言し G7 内の足並みの乱れが指摘されていることについてはワンボイスで行動をしているので全く懸念していないと述べました。